おはぴよどうもみなこ。おはぴよどうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決ですゲーム続きやっていきたいと思います。前回は第2章後編のメインゲームが着々と進み、決戦投票にね選ばれる4人が決定しました。ケイジさん、カンナちゃん、ソウさん、ナオちゃんの4人ですね。で、キュー太郎さん、レコちゃん、ギンくん、サラちゃんの4人は、ね、生き延びることが確定いたしまして、まあ、身代わりがね、選ばれない限りはっていう話なんですけど。で、今から選ばれなかった4人で、話し合いをしていこうというところですね。では、早速引き出していきましょうね。キュー太郎さん、鍵番でしょ、君。よろしくね。交換が行われた回数は、全部で4回。そんな多くはねえぜよ。正直頭の中がぐちゃぐちゃだが、推理する時間を多くしたのは助かったぜよ。そうね。で、レコちゃん、カード交換にはメダルが50枚必要だったんだ。交換ができる人間は限られてるぜ。メダル所持数は確か九太郎が1位で銀が最下位だ。私とサラとナオは下位だったろ。カード交換できるほどメダルを持ってなかったと思うんだよな。いやそうなんだけどさ、多分なおちゃんはね、アリスさんのメダルをねもらってるはずなんだよね。遺体を回収した時ハンナキーがねアリスさんのメダル持ってないよって言ってたしね。ね、銀くん、ちなみに僕はずっと平面だったわ。一回も交換されなかったじゃん。いつ自分に嫌なカードが回ってくるかドキドキしてたじゃん。でも最後まで僕の役職は変わらなかったわ。5回の交換全部乗り切ったじゃん。そうだね、5回だね。九太郎さんが記述してた時に1回交換された分で5回だから、ここを多分討論させればいいんだろうな。 OKOK、ストックで、5回の交換全部乗り切ったと。筋肉ゴリラ、それは違うにゃん。何？交換があったのは5回だわ。そうね、1回目がケイジさんとサラちゃんの交換で、次が変わってなかったんだよね、何もサラちゃんは。で、その後、鍵盤と身代わりが交換され、一回、銀くんとサラちゃんがいた時にも交換されたかな？で、最後だよね、多分ね。5回だと。待て、俺の記憶じゃ、3回交換があって、最後メインゲーム直前に1回交換があったって。なるほどね。九太郎、誤解してるんだよ。あんたが気絶してる間にカード交換は2回あったんだ。何？わけわからんはずぜよ。それはこっちのセリフにゃん。すまん。けど、誰も詳しく説明してくれんし。いや、まあね、私もちょっと微妙なんだよね、その4回目のタイミングって。ああ、そりゃこっちが悪いね。なあ、九太郎。さらに身代わりを渡したってのは、いつの話なんだ？つうか、身代わりは初めからお前が持ってたのか？いや、違う。ああ、そういうことね。わかった。1回目の交換が、サラちゃんとケイジさんの交換。で、2回目の交換が、ナオちゃんとキュー太郎さんの交換だ。で、3回目が、キュー太郎さんとサラちゃんの鍵盤と身代わりの交換ってことね。そういうことかな？多分な。俺が一番最初に持ってたのは、平民だった。なるほどね。これで大体の交換が分かったよ。さっぱりは、なんでにゃ？一回目の交換は、おまわりさんがやったからだよ。マジか！誰と何を交換したんだ？サラちゃんに鍵盤を渡したんだ。え？じゃあ、サラが最初に持ってたカードは何だったんだ？嘘をつく必要はないけど、平民でした。最初は、平民でした。平民と鍵盤を交換したにゃ？おかげで信頼関係は深まったよ。ちょっと整理しようか。まず1回目の交換でサラちゃんの手に鍵盤が渡った。次に2回目の交換で何が交換されたかな。誰かの身代わりと九太郎の平民、これだね。
その通り。誰かの身代わりと九太郎の平民が入れ替わったんだ。そして3回目の交換でサラちゃんの鍵番と九太郎の身代わりが入れ替わった。そういうことになるな。筋肉ゴリラ、覚えてることはちゃんと話すにゃ。お前には3回目の交換についてしっかり話してもらうぜ。進展。いや、そうなんだよ。3回目の交換に関して私はまだ疑問に思ってる。だって、みんながいたところで交換が行われてるはずなんだよね。あの場にいなかったのって、そうくんと銀くんとなおちゃんのだけのはずなんだよ。だからその交換で、サラちゃんに身代わりが渡ってくるってすごい不思議な話なんだよね。僕、3回目の交換の時は、一人で1階を探索してたにゃ。だから、状況が知りたいわ。3回目の交換はパソコンをみんなで共有してた時に起きた。カード交換か。私も頭を整理しないといけないな。カード交換について整理ができるようになった。あ、なるほど。ちょっと一回押してみる？整理。よし、頭の中を整理しよう。この表の一番上の段は最初に持っていたカード。右の人ほどメダル所持数が多い。大まかではあるけど。次の段が1回目の交換後に持っているカード。その下に2回目の交換後、3回目の交換後と続いていって、一番下の段が5回目の交換後、つまり最終的な役職だ。もちろん全部私の予想だ。新たな情報が出たらまた整理し直そう。なるほど。多分そう、私の予想だとやっぱなおちゃんが最初身代わり持ってると思うんだよね。で、やっかやめて、一回じゃあセーブしようかね。セーブ。で、引き出しましょうかね。はい。喋らないね。九太郎さん、なぜ黙るんですか？だって九太郎さん自身が交換してるわけじゃないと思うからね。3回目の交換は、パソコンをみんなで共有してた時に起きた。あの時、サラの様子がおかしくて心配してたんだ。まさか、身代わりを交換されてたなんて。九太郎のやつ、その場で交換しておきながら、しらじらしく演技してやがったってことか。あれ、なんかおかしいな。そうなのよ。そうなのよ。僕、3回目の交換の時は、一人で1階を探索してたにゃ。僕、多分その時、一人でいろいろやってたわ。パソコン見たかったな。いろいろって何をやってたんだ？今は関係ないことは。何をね、探してたのか気になるところなんだけど、確かにそうなのよ。アイテム。電子パッド。アイテムじゃないか。なんだろうな。あ、表情変わったぞ。見逃さねえぞ。なぜ否定しないんですか、九太郎さん。何？だって、交換するにはもしもしボックスが必要なんだ。その場で使ってたら、一緒にいた私たちが見ているはずじゃないか。一体、何を隠してるんだ。心を開いてもらうぜ。九太郎さん、体でっかいからハートちっちゃく見えるね。ほら！だんだん早くなってきたね。おー、早い早い早いぞ。どう、うわー、あ、遅くなった。オッケー、オッケー。いくら黙ってても無駄ですよ。俺はすべて吐き出すんです、九太郎さん。さらにみんなに協力するつもりだった。だが、いいように使われちまった。情けねえ。情けねえ大人ぜよ。3度目の交換。俺の身代わりをサラへ送ったのは、俺じゃねえ。ソウの仕業だ。ほらね。やりやがったな、ソウさん。はぁ？何のことだか、わからないよ。
そうは知ってたんだ。俺が身代わりを持っていたことを。何？パソコンをみんなで共有したあの時、そうはトイレに行ったんじゃねえ。もしもしボックスを使いに行ったぜよ。俺の身代わりとサラの鍵盤を交換しにな。知らないな。待ってください。自分以外の人を二人選んで交換させるなんてできるんですか？可能だろうね。断言するんですね。そう、そろそろ白状したらどうだい？どういうことだ？なんで刑事さんはさ、他の人たちが交換できるって断言できるんだろう？一回目の交換を刑事さんがやっていない？ん？それか刑事さんが、一回目の交換の時に自分のカードじゃなくて、誰かのカードと交換したのか？な？ちゃうか？どういうことだ？君がパソコンを共有しようとした。本当の目的を。さ。疑い深い人だな、刑事さんは。進展。来た。話し合いは均衡したまま、平行線を辿っている。君の口から、真相を話してもらおうか。何のことかな。二人の発言で正しいものを肯定するか、間違ったものを否定するんだ。三回目の交換、九太郎にはできない。僕だってトイレに行ってたから無理さ。三回目の交換、九太郎にはできないのを肯定するか。その通り、私たちと一緒でしたから。問題はどうやって身代わりを知ったか。やれやれ、あくまで僕が知ってた前提で話すんですね。九太郎の身代わりはハッキングで知ったのか。そんなの直接覗けばいいじゃないか。あー、それはそうだ。まあ、ハッキングってまだ多分できてない状態だよね。で、直接覗けばいいじゃないかは、それはそうなんじゃない？別になんか覗いちゃダメみたいなルールなかったよな、多分。これじゃないか。その通り、あなたは直接見たんです。あ、そうだよ、電子パッド落ちてるしね。もともと九太郎さんは宋さんと交渉をする気だった。交換条件で身代わりを見せた。そう考えるのが自然です。サラさんは想像力が豊かだね。その想像力で二人の交渉も考えてみよう。宋の寝室前で九太郎は交渉を始めた。あれ、監視でもしてたんですか？まあ、交渉を始めたことは事実だな。3階のカメラの映像を見ることができたのは私と刑事さんだけだから、宋の寝室前で九太郎は交渉を始めたは肯定していいんじゃない？だって映像にカメラに映ってたから。はい、それは宋さんもすでに認めている事実です。あ、でもそうか、交渉したんだよみたいなこと言ってたっけ前回。そうだったね。九太郎の話を聞いて宋はどんな対応をしたのか。すぐ寝室の中に招き入れ、取引したはずだ。九太郎さんを寝室に入れる勇気はないよ。これに関しては、すぐには招き入れてないと思う。九太郎さん寝室に入れる勇気があるかどうかはわかんないっすね。まあ、直接やったら物理的交渉とかができちゃうかもしれないっていう意味での、それを言ってるのかもしれないが、であれば、この中だったら、刑事さんのこの発言を否定かな？いいえ、ソウさんは警戒したはずです。一度はパソコンを巻き上げた相手、すんなり部屋には入れません。なら、ドア越しで取引をしたってことかい？面白い。ある方法を思いついたよ。九太郎は、電子パッドをドアの下から潜り込ませた。僕が裏切ることは考えなかったな。これは刑事さんのこの発言を肯定していいんじゃない？電子パッドを預けたっていうとこなんじゃないかと思うから、これだ。その通りです。この方法で、九太郎さんは取引を持ちかけた。きっと宋さんは、
力で勝る九太郎さんをかなり警戒したはずです。だから九太郎さんは先に自分の身代わりを教えた。口頭ではなく電子パッドを見せて。そう、君にはメダルや皿フォルダの中身以外にも目的があった。身代わりを自分の思い通りに管理することだ。そうだよ。2回目の交換の後、僕とカンナは脱出計画を練っていた。ドアの向こうから九太郎さんの声が聞こえたよ。取引をしないかってね。話を聞く気はなかったけど、ドアの下から電子パッドを潜り込ませてきて、身代わりが見えちゃったんだ。パソコンの共有のために情報まで差し出すなんてけなげだよね。貴様に何がわかる。サラ、一階の監視カメラのデータ見たんだよな。正直に話してくれるのか。その内容は事実だよ。俺の最初の試練、まだ話してなかったな。ふざけた試練だったぜよ。デスゲームに使う仕掛けを設置しろ、なんて。じゃあ、カードを設置したのは本当だったんですか？ああ。だがカードの意味までは知らなかった。知った時には、怪の運命は決まってた。俺が殺したようなもんぜよ。適当に置いた賢者を、怪は取っちまった。だからせめてもう一度、怪のパソコンを取り返したかった。感動的な話だね。君はそんなことのために、メダルを100枚も僕に渡したんだ。100枚もにゃ。マジかよ、交換2回分じゃねえか。でも、君は残り1回分だけ交換を残していた。ずるいよね。捨て身のふりして身を守ることは忘れない。汚い大人だよ。なんだと。結局君はピンチになれば身代わりを誰かになすりつける逃げ道を作っていたんだ。だから僕はその前に身代わりを他の人へ移すことにした。仲間思いのサラさんのところにね。それが3回目の交換の真相ですか。君の化けの皮が剥がれるかなって期待してたよ。なんで私をそこまで。でも君は僕の予想の上を行った。え？4回目の交換は、サラさん、君がやったんでしょ？はい。どういうことだ？だって、ジョー君を殺したあの身代わりだよ。交換なんてしてません。メダルを持ってませんでした。いや、そうだね。メダルを持ってなかったんですよ、実は。私は、メダルなんて持ってなかったんです。交換なんてできません。持ってないなんて、信じがたいよ。黙れ、陰キャ！ 4 回目の交換の時、僕はサラ姉ちゃんと一緒にいたわ。私もです。サラちゃんはあの時、交換なんてしてません。そっか。じゃあ、仲間にやらせたんだね。刑事さん。あなたがサラさんから身代わりを取ったんでしょ。どういうことですか。簡単な話さ。二人はグルだったんだよ。はい。サラさんとケイジさんは身代わりを使った恐ろしい計画を立てた。メインゲーム、身代わりでの勝利だよ。二人は共闘して
最多票を刑事さんが取ることで脱出を目論んだ。おそらくその後の5回目の交換はサラさんと刑事さんのブラフだよ。平民同士の適当な誰か2人を交換させたんだ。じゃあ身代わりは刑事が？そんなの全部妄想です。だって私が持っていた身代わりが取られたのは5回目の交換だ。ソウさんはデタラメを言ってみんなを誘導してるんだ。以上、僕の推理が正しければ刑事さんが身代わりで賢者がナオさんってところかな。私が賢者ですか？うん、だから今回はナオさんに死んでもらっていいかな。待ってください。あなたは一番最初に自分は身代わりだって。ああ、あれ嘘だよ、平民だもん。そんな、だったら条件は一緒じゃん。そっか、刑事さん以外誰を選んでも一緒か。じゃあカンナに投票しよう。一番価値がないからね。そう。もういい。ん？久々だよ、人をここまで嫌いになったのは。言っとくけど、おまわりさん、メダルなんてとっくに使い切ってたんだ。信じろって？そう、君はおまわりさんが最終的に身代わりだったって言いたいんでしょ。カミングアウト、カギ番。残念だけど、カギ番なんだよね。え？カギ番？あれ？キュー太郎さんは？あー、なるほど。4回目の交換が、キュー太郎さんと刑事さんの交換ってことかな？あ、なるほど！わかった！わかったわ。刑事さんが賢者だったんだ、最初から。で、賢者だから鍵番が誰かわかるわけじゃん。で、1回目の交換で、誰かの鍵番と、サラちゃんの、平民を交換した。で、おまわりさん実は鍵番だったんだ、鍵番をサラちゃんに渡したから信じてねーって言うじゃん。で、2回目の交換で、誰かの身代わりと、九太郎さんの平民が交換された。で、3回目の交換で、九太郎さんの身代わりと、サラちゃんの鍵番が交換された。で、刑事さんが、九太郎さんの鍵番と、自分の賢者を交換した。ってことだ。なるほど。つまりは、最初から騙されていたんですね、私たち。刑事さん、頭良すぎです。残念だけど、鍵番なんだよね。は？何言ってるの？鍵番は、九太郎さんって。一矢報いたみてえだな。カミングアウト、賢者、来た！ほら！俺の本当の役職は、賢者ぜよ！九太郎さんが賢者？バカな！ありえない！ありえるんだよ！そして賢者として一つ宣言する！刑事は間違いなく、鍵番ぜよ！嘘だ！そんなの全部！グルだったっていうのは、いい着眼点だったけど。刑事さんと九太郎さんがグルだったってことね。相手はサラちゃんじゃなくて九太郎だったんだ。4回目のカード交換、真相を話そうか。おまわりさんと九太郎の交換をね。進展、まず身代わりの件で僧に裏切られた俺は怒り心頭で探し回った。それを知ったおまわりさんは、九太郎に手を組むことを提案したんだ。それで、4回目の交換で、刑事と九太郎はカードを交換したんだな。4回目の交換が、
結果的に今陰キャを懲らしめたわけにゃ。待ったよ、九太郎は4回目の交換の時気絶してたんじゃないの。なるほど、ちょっと一回セーブしましょう。そしてですね、時間がギリギリいい感じなんですよ。なんでいいとこなんですけど、今日はこれで終わります。確かに裏でどういう取引が行われていたとか、どういう風にグルだったのかとかは分かりませんが、多分私が言ってた交換の順序はそれで合っているでしょう。ということで、また次回に続きます。楽しみだねこれね。ご視聴ありがとうございました。でもこれ一体どうなるの、わかんねえ。じゃあまたね、おつぴよでーす。